どうでしょう、皆さんすでに一眼レフとか、まあ、あとはその大きいセンサーのビデオカメラとかで映像をやられている、編集ソフトを扱われてますっていう方、ちょっと手を挙げていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。はい、3分の1ぐらいですかね、3分の1とか3分の 1.5 ぐらいの皆さんがすでにもう映像を撮られてて、編集ソフトを使われているということですね。で、残りの方はおそらく、まあ、今その、まあ、今回そのフォトネクストというイベントですし、おそらく、まあ写真をメインとされていて、これから動画もちょっとやってみようかなっていう方来ていただいていると思います。で、今日は、皆さんそうですね、写真であれば、まあ、ニコンですとか、キヤノンとかのカメラで今動画が撮れるようになってますので、多分皆さんが普段お仕事でお使いになられているカメラでも動画モードで、動画を撮ることができます。で、まあ、既にやられている方は、今日のお話をちょっと聞いていただいて、少しでも何かこうヒントというか、いいところは、ゲットして帰っていただいて、で、まだ、これから始めますよという方はちょっとその、ステップとして聞いていただければなと思っております。はい、やっぱりいい素材というか、編集しやすい素材というかっていうのを撮る必要があると思います。で、どうなんでしょう、皆さんの中には例えばそのカメラマンさんとエディターさんを仕事柄というか、その会社のシステム上を分ける方、分けてらっしゃる会社さんとか、また個人の方もいらっしゃると思います。で、もちろんその撮った人が編集するのであれば、まあ、全部の責任をその一人で負えるんですけれども、やっぱり、私はカメラマンですよ、私はエディターですとなってしまうと、どうなんでしょう、やっぱりエディターとしましては、もうちょっとカメラマンいい絵撮ってこいよみたいなことが起こったりとか、あとはカメラマンとしてはせっかくいい絵を撮ったのに、いや、こんなはずじゃないんだよな、こんなエディットじゃないんだよなっていう状況がちょっとやっぱり出てきてしまうと思います。なのでその辺をちょっと考えていきたいと思います。日本に戻ってきましてウェディングを始めて、今5年目ぐらいになります。ただやっぱりそのお仕事として実際にちゃんとこういただけるようになったのは本当にもう今から 2,3 年前の話です。なので、ウェディング撮影の先輩方もたくさんいらっしゃる中で、ちょっとこのようなこと言うのも恐縮なんですけれども、私が体験してきたこと、またそのスリーモーションから得てきたものをご紹介できればと思います。ですね、ストーリーに関係ないものは全て捨てる。で、そのストーリーって何かって言いますと、ミニストーリーっていうふうに言葉を使ってるんですけども、やっぱりそのウェディングの、現場にはやっぱり80名とか100名とかたくさんのゲストの方、ご親族の方集まられています。で、その中でやっぱりあっちで小さいストーリーが生まれてて、こっちで小さいストーリーが生まれてて、例えばですけど、おばあちゃんが子供に飴をあげるとか、ゲストの方がプレゼントを開く瞬間とか、それもやっぱりアクションとリアクションがあって、それも小さいストーリーとしてカウントしてます。で、そういったストーリーをたくさん集めていくっていうシステムを取ってます。仕上げようというふうにすれば、撮影の、なんて言うんでしょうかね、ストレスというか、悩まなくていいのかなと思ってます。はい。で、まあ、これから写真やってまして、そのムービーを始める方にも大事なことだと思うんですけども、結構どうでしょう、皆さん YouTube とかでウェディング映像とかご覧になられたことありますかね。最近やっぱりその5分ぐらいのミュージッククリップのような、ハイライトというか、それが結構どんどん皆さんやられていて、素敵な作品がもうどんどん世に出てきてると思います。ただですね、皆さんどうでしょう、 YouTube でこの作品良さそうだなと思って再生ボタンを押してもどうでしょう、結構20秒とかで違うチャンネルに行きたくなりませんか。なんか違うのも見てみようって思いませんか。
ウェディング映像もやっぱり同じことが言えると思います。最終的にはもちろんカップルに素敵な映像を届けるっていうことが、第一の、大切なこと。ただその映像はカップルだけではなくって、ゲストの皆さんとか、もちろんご両親、ご親族の皆様、また、カップルのお友達に最終的にはやっぱり見せたいですよね。iPhone とか、スマートフォンとかでどんどんやっぱり見せていただきたいと思います。 Twitter とか Facebook でどんどんシェアして、この間結婚したんだよっつって家に呼ばれて、その2時間、3時間の映像を見せられるんではなくって、キュッとやっぱりそのハイライトとして見せてあげるっていうのが今のそのトレンドというか、まあ、新しい商品としても、皆さんここは注目していただきたいのかなと思います。これはトランジションでちょっとご紹介してるんですけど、まだちょっと編集ソフトとかいじったことがない方もたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単に申しますと、まあ前の絵と後ろの絵がなんとなくこうふわーっと変わるような効果とかっていう、ちょっとまあエフェクト、ディゾルブとかって呼んでるんですが、まあどうやって、次の絵に持っていくかっていうことですね。個人的にはですけど、基本的にはストレートでカットするのを好んでます。例えば一回黒に落ちて、一回ふわーっと黒く落ちて、またふわーっと黒く上がっていくとか、あとは先ほど申しましたディゾルブ、前の絵と後ろの絵がふわーっとかぶさるとかっていうのは、以前はやっぱりそのミュージックビデオをやってましたので、そういうの大好きだったんですけど、なんかそのストレートカット、絵と絵をもう直接的につないでいく、何にももうエフェクトはかけないで、もうポン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 つないでいく気持ちよさみたいなものにちょっと目覚めてしまいまして、個人的にはストレートカットを好んで使ってます。ただやっぱりどうでしょう、一回黒落ちさせてまた黒で上がってくる方がちょっとこうニュアンス的に映画っぽいというかシネマっぽいみたいなこともあるので、それは適時と申しますか、そのカップルとかその会場とかに合わせて、皆さんちょっとやっていただければなと思います。でこれを全部タイムラインに乗っけまして、そこから、まあ、いらないところを切っていくっていう作業をしてます。はい、なのでその段階で例えば先ほど申しました、ミニストーリーを先に見つけちゃってもいいですし、まあ、ちょっと隙間とか全然空いててもいいので、あこれ使えるこれ使えるってやっててもいいですし、あとは最初にちょっとラフカット、まあ、大体この辺使うよねっていうラフカットを全部やってから、ちょっとこう気楽になった上で、じゃあもう一回2巡目、じゃあもう一回見直してみようか、もしかしたら、1日2日空けてやってみるとかでもいいかもしれません。でどうでしょう、皆さん編集にどれくらい、すでにやられてる方は分かんないかもしれませんけど、どれくらい時間をかけられてるかということですが、個人的な目標、撮影の時にはもしかしたら JPEG の、 高画質で撮られてるかもしれませんが、これまでやっぱりその映像でローデータを撮るっていうのは本当にもう何百万っていうカメラじゃないとできなかったことです。でそれがですね、ちょっとやっぱり比較的安い30万円ぐらいのお値段で、ローデータを撮れるカメラというのはすごく個人的にも表現の幅が広がったかなと思います。映像データはこれまだやっぱり JPEG をご想像いただければいいと思うんですが、もうカラコレをするとすぐやっぱり破綻してしまうような、そういった H264 というんですが、かなり圧縮がかかったデータで僕たちは撮ってまいりました。なので撮影段階でもう最終的なその編集から含めてかなり追い込む必要があったんですね。ただ